はい、本日は令和2年、9月9日、17時でございます。岸田文雄事務所前に、来ております。広島市議会に現在出されている、陳情を報読したいと思います。陳情書、件名、現在広島地検に告発状が提出されている衆議院議員岸田文雄後援会事務所と明記された政治活動用の看板の設置につき、後援会広島南支部長の本田健二は関係を説明することについて、よし南区宇品神田三丁目8の駐車場敷地壁面に広島南支部長本田健二お問い合わせ先08225005055と記載された看板が存在する。その隣に広島地検に告発状が提出されている衆議院議員岸田文雄後援会連絡書と明記された政治活動用の看板が事務所のない駐車場に設置されている。どう見ても事務所のない土地である違法な看板と資料するので、広島市議会議員本田健二は広島市民に対し説明することがないか検討することを陳情する。公職選挙法文書都賀の刑事第143条、選挙運動のために使用する文書都賀は次の各号のいずれかに該当するもののほかは掲示することができない。16、公職の候補者または公職の候補者となろうとするものの政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する都が文書で次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は第1項の禁止行為に該当するものとみなす。1つ、立て札及び看板の類で公職の候補者等1人につき、または同一の候補者の候補者等に関わる応援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ当該公職の候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り掲示されるもの。この条文の意味を広島市議会議員は十分に理解しているのではないか。本田議員も承知しており、現在は法令に基づく設置をしていることを確認した。現在公職選挙法違反として広島市民から広島地裁に対し複数の告発状が提出されている。平成29年8月18日付で政治活動用看板が公職選挙法に違反しているとして告発された広島市議会議員被疑者に起訴猶予の処分が出ている。平成30年11月13日付で公職選挙法違反につき告発された広島市議会議員若林晋三にも起訴猶予処分が出ている。令和元年5月14日付で公職選挙法違反につき告発され、起訴猶予処分が出ている広島市議会議員水野幸は未だに議会にも広島市民にも何ら説明をしていない。令和2年1月に朝南区赤鳥の事務所のない駐車場に政治活動用看板を違法に設置した広島市議会議員を告発しなかったために広島地検に送致されなかった事実もある。本田議員は後出しじゃんけんのような期待を晒し、広島市民の期待を裏切ることのないよう警告する。陳情者、広島市議会議長山田春夫様。以上、広島岸田文雄に対する告発状の、趣旨、そして広島議員としての誠意ある、対応、
そして説明を求める陳情を提出いたしました。以上です。広島市の中区八丁堀岸田文雄事務所前よりご報告いたしました。